ヤガラ市場のガチエリア。最近スプラトゥーン一生やってるけど、マジで楽しい。え？待って、やばい、相手にソイチューバーいる。え、ソイチューバー初めて見た。絶滅したと思ってた。ソイチューバーさ、マジでスプラトゥーン発売してから一回も当たってないんだけど、本当に。皆さん知ってますか？相手の左から3番目の武器。あれ、ソイチューバーって言うんですけど、マジでいないんだよな、使ってる人が。なんでいないかっていうと、ソイチューバーって確か、武器が解放されるランクが20いくつとかでかなり高いんですよ。で、高い武器使うためには、ゴールドチケットっていう、めっちゃレアなアイテムを使わないといけないんですけど、みんな、ソイチューバーに、そのアイテム、多分使いたくないから、誰も解放してないっていう、スプラトゥーン2の時、ネタみたいな武器だったんですよ。だからみんな、ゴールドチケット使ってまではさすがに使わないな、みたいな感じで、本当にいなかったのに、当たってしまった。ソイチューバーに当たっただけで、こんなにテンション上がってるからね。本当にネタとか抜きで、誰かの配信でも見たことないし、当たったこともないっていう。相手相当上手いだろ、ソイチューバー多分。ソイチューバー解放してる人っていうことは。あ、触れられるか。ソイチューバー解放してる人ってことは、絶対ソイチューバー上手いと思うからな。ソイチューバー愛がないと、解放はできない。ゴールドチケット俺には、使う勇気がなかった。ちょっとガチで行くわ。ソイチューバーやべえとか話してたら、普通に負けそう。一応 S プラス隊だからな。てか、丸みさか、ソイチューバー。確か、トービード丸みさだよね。サブスペだけ見ると、めっちゃ強いんだよな。スプラトゥーン2の時は、サブスペ、まあまあみたいな感じだったから。丸みさ、トービード、両方、がっつり強いもんね。ちょっとこれ裏見られすぎてるから、一回飛んじゃおう。ナイスドリンク。うわ、うんま、それ当ててくるか。ただドリンクが早すぎる。これ繰り返してれば、勝てる気がする。ドリンクあったら、ケルビン一生突っ込めるから、どっかで2連続キルとか、取るわ。ナイスキル。俺ナイス様で圧もかけてるから、一回塗れるはず。左かな？左奥に一枚いるね。みんな出て。強っ。ウルショそんな簡単にナイス様、壊れるんだ。やばい。無限ドリンクめっちゃ置いてくれてない。ずっとあるんだけど。で、これ前の方で、ナイスキル。時間稼げば、ほぼ勝てるはず。持ってかれちゃったけど味方カバーしてくれたし、これね、エナジードリンクスペシャルゲージが減らないから、これほぼ勝ちなんだよね。この使い方いいね。エナドリでとりあえず前で時間稼いで、このスペシャルでさらに時間稼ぐっていう。相手間に合わないっしょ。ナイス様入ってるけど。ソイチューバーやり。ナイス。今年はいい。味方のザップヒルはそんなにしてないだろうけど、エナジードリンクの置き方がうますぎた。飲みやすいとこに置いてくれる人いいよね。エナジードリンク誰でも使えるように見えて、割と連動出るよね。奥位置とか。飲みにくい場所とかだと、飲みにくいからな。すげえ当たり前のこと言ってる。いや、もうさすがに使うしかない。このソイチューバーを今武器地にね、チケット渡して交換してきたんですけど、交換するときに涙出てたわ。ちょっともったいないかなみたいな一瞬思っちゃったけど、でもサブスペだけ見るとかなり優秀だよね。で、スプラトゥーン2でネタみたいな武器だったから、3でも弱いみたいな雰囲気出てるけど、弱いっていうか、使用率がガチで 0% みたいな感じだから、強い弱いとかじゃなくて、いないから、まあ、使ってみたら、ワンチャン強いみたいな、あるかもしれない。ナイス。今のところいいぞ。で、マルチミサイルも溜まるから、これすぐ、ぶちかまして。てか、これあれだね。マルチミサイルチャージャーって多分初めてだから、丸ミサでロックして敵の位置わかるから、それを抜くみたいな、そういう動きができるのか。ちょっと面白いね。
ナイス連打。これ濡れんじゃねえ、ナイス玉2個投げてるから。ナイス。いや、それ倒したいな。オッケー。つくするも射程長いけど、ソイチューバーのがさすがに長い。ソイチューバーの説明を軽くすると、チャージャー系統の中では射程めっちゃ短いんですけど、普通のそこらのシューターとかに比べたら全然長いよみたいな感じですね。だから射程としては、ちょい長みたいな。マジか。うわ、ごめん、やらかした。今の炭酸2圧でやられるのか。ナイスキル。てか、相手の編成、やばいな。スクスロスクスロザップ。めっちゃ強そうなんだけど。でも、これにソイチューバーで勝てたら、ソイチューバーが強いのが証明されるかもしれない。相手めっちゃ粘るな。いや、しゃあねえ。これ味方やられてるけど、一回、打っちゃうわ。もう一回溜まると思うし。これいいな。マルチミサイルで大体位置わかるから、そこにトーピード投げたら、トーピード絶対ロックしてくれるわ。いや、すまん。今のは抜けたかも。大丈夫、大丈夫。味方やられてるけど、マジでこれしょうがないと思う。相手立体いるから、打開マジむずいよな。だから俺はマルチミサイルとにかく連打する。じゃないとリッターが無双みたいな感じになっちゃうから、こっち短くて。ハイドラもリッターきついと思うから、俺がトーピードと丸ミサで、リッターめっちゃ邪魔するわ。長っ！てか今作チャージャーなんか長いよな。判定がスプラス3なんか変だから。弾めっちゃでかいと感じる、いろいろと。ナイスナイス、カウント。済むんじゃないか。うわ、そこのホップはえぐい。これ一回エリア渡してもいい。おい、バカ！全然濡れないんだけど、なんで今そんな上がれなかったの？でもこれ俺が抜いたら勝てる感あるな。丸めさ連打だけだから、今のところやってることが。相手も射程内入んないから結構うまいな。ちゃんと後ろで構えてる。オッケー、一回塗って。いや、このトーピード強いわ。オッケー、そこら辺だと思った。固めちゃえばこっちめっちゃ有利。てか、このステージ打開がめっちゃむずいから、さっき辛かったけど、これ相手が辛いでしょ、今度は。で、チャージャーに絶対丸みさ入れて、これ強い。オッケーオッケー。マジで丸みさで位置が分かるから、トーピード絶対当てれるっていう。うわ、抜けんかった。オッケー。あー、塗られるか。いや、これカウンド結構やばいな。よしよしよし、ここで奥義トーピード近距離カシャカシャ。はみ出した。てか、普通にありだな、トーピードでさ、近距離戦するの。ずっと射程を生かしてたが、近距離もトーピードのおかげで。ここトーピードでやれないか、それ。それ倒したら。いや、まあ、しょうがない。いや、全然いける。ナイス、でかすぎ、ハイドラ神か？耐えてほしい。丸み打てるから。みんな生きろ。丸みで多分勝てる。敵絶対引くから。濡れ濡れ濡れ。このソイソイ塗り。ソイ、ソイ。よっしゃ、よっしゃ、強いよ、俺たち。神すぎ、ハイドラムギルが、でかすぎた。てかさ、ソイチューバーちょっと強くね、これ。マルチミサイルの武器じゃなかったら絶対勝てなかったと思う、この試合。丸みが強い。え、でも、スプラトゥーン2よりは絶対強いと思うわ。ソイチューバー。てか、あれだな。サブスペが本当に強すぎる。多分、他の武器とかにマルチミサイルトーピードがついたらぶっ壊れになると思うんですけど、ソイチューバーメインがいい感じに弱いから、
弱いがゆえにサブスペが強くされてるみたいな。そういう感じ？めっちゃでも、可能性感じたな。スプラ2から、スプラやってる人とかは、そいつはすげえ、成長したなって、多分思ってるはず。まあ、そういう感じでね、そいつは、お前、大人になったな、成長したなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。